社団法人寺院事務局長の小島あずさと申します。寺院は海のゴミ問題を解決するために30年近く活動してきたネットワーク団体です。アメリカで始まったゴミを拾ってきれいにするだけではなくて、集めたゴミのデータを取る、市民が一つ一つ拾ったゴミをカウントして、世界中で同じやり方で海岸に漂着しているゴミのデータを取るという国際海岸クリーンアップという活動の日本のコーディネートをしています。他には海のゴミ問題の現状を伝えるために、例えばゴミだらけでひどく汚れてしまった海岸の写真とか、ゴミに絡みついて傷ついた動物たちの写真などをパネルにしてお貸し出しをしたり、海に実際に落ちている漂着物をトランクの中に取り付けて説明できるようにした漂着物のトランクミュージアムという貸し出し物を希望するところにお貸ししたり、そういったことをやっています。昔のゴミは人工的に加工されたものでも、ほとんどが自然の材料で作られていた木とか布とかそういうものだったんですけれど、今は石油から作られたプラスチックのものが大半を占めている。それによって誰かが片付けない限りずっと環境中に残ってしまったりとか、物質として安定しているので、例えば古くなって劣化はするんですね。割れたりして小さくなるんですけれども、なくならないんですよ。でそれが今マイクロプラスチックっていう表現で大問題になっているんですけれども、今日は対馬に来ています。対馬とは17、8年前からずっと交流をしていまして、海のゴミ問題が大変厳しいところだということを伺って様子を見せてもらいに来た時からのお付き合いです。そういうご縁で対馬市の海岸漂着物対策の協議会に私も参加させてもらっています。海に出たゴミというのは、浮かぶものについては風や海流で運ばれて移動するんですね。そういう先に対馬がちょうどあるっていうことと、この対馬の長い海岸線と入り組んだ地形、風や海流に乗って運ばれてきたゴミが入り込んでしまいやすい、そういういくつかの条件が重なってしまったのがこの対馬という場所だと思います。海のゴミ問題は国際問題だって言われていて、それはなぜかというと、一度海に出てしまうと人間が決めた行政の境界とか国境は関係ないんですね。ゴミは自由に自然の条件に沿って流れていくので、海のゴミには国境はないと言われています。日本においてはまだまだリサイクルは一生懸命してきましたけれども、もともと使う量を減らすとか、同じものを繰り返し丁寧に使うリデュースとかリユースっていうのがまだ根付いてない。一般的にはリサイクルしてるんだから問題がないんだっていう誤解も持ってる人がたくさんいると思うので、そこの意識を変えていくのはこれからだと思っています。製品になるものを作ったり売ったりしている企業だけが努力すればいいかといったらそうではなくて、それを買って使っている一人一人の消費者の買い物からの行動とかライフスタイルの変革っていうのも必要になるかもしれませんし、社会の仕組みを支えている行政とか、それから専門的に研究をしたりするその研究機関、学術の分野、そういういろんな立場の方たちがそれぞれ当事者意識を持ってできることを協力しながらやっていかないと、この問題は解決できないと思います。例えば1回使っただけでゴミになるような使い捨て用品をできるだけやめていく、減らしていくとか、今日からでもできることっていうのはたくさんあると思うんですね。で1人が100頑張るのはなかなか続けるのが難しいと思いますけれど、1から2ぐらいだったらずっと頑張れそうなことって誰でも探せば必ずあると思うので、それをまずやっていくというのが大事だと思います。